ロッタ・スバルドは、フィンランドで女性が中心となり運用された自発的な、準軍事組織である。1918年に、組織されて以来ボランティア活動に従事していたが、冬戦争を迎えてからは、軍と緊密に連携し、負傷兵の看病や事務などの広報支援から、対空警戒などに至るまで幅広く活躍した。ドイツ国防軍陸軍のニコラウス・ホン・ファルケンホルスト、 上級大将と共に映るロッタスバルドスウェーデン版、ロッタスバルドである、ロットルナによって助けられる、フィンランドの子供。ロッタスバルドは、他国にも影響を及ぼした。ロッタスバルドという名前は、フィンランドの詩人ユーハン・ルードビーグ・ルーネベリが書いた詩に由来している。ルーネベリによる、ストール騎士物語の中に、ロッタスバルドという架空の女性を描いた、女児詩が存在する。 死によれば、第二次ロシアスウェーデン戦争に従軍することとなった、フィンランドの兵士、スバルドは、自身の妻であるロッタを共にして戦場へ向かった。途中、スバルドは戦死するが、ロッタは戦場に残り負傷兵の手当てなどに当たったという。この死を受けて、ロッタ・スバルドが、組織名となったが、初めてその名に言及したのは、 カールグスタフ・エミール・マンネル・ヘームが1918年5月16日に行った演説である。1918年11月11日にリーヒマキで女性連絡員らが中心となり初めてロッタ・スバルドと呼ばれる組織が作られた。フィンランド内戦に従軍したリーヒマキのロッタ・スバルドをはじめとする女性連絡員はロ・マモル軍と連携し、給食や看護など、 広報支援に当たっている。これらの組織は戦後の1920年9月9日に独立した組織として承認された。この時正式にロッタ・スバルドの名が与えられている。ロッタ・スバルドは1920年代に拡大し、1930年代には6万人を突破した。最盛期の1944年には24万2000人が活動しており、 当時のフィンランド国内は愚か世界的に見ても最大規模を誇る民間補助組織となった。ちなみにその当時のフィンランドの総人口は400万人にも満たなかった。1920年代から1930年代にかけて加入の最低条件としてクリスチャンのフィンランド国民であることが求められた。また加入の際には信頼できる者による二件以上の 推薦状が必要であった。校舎に関しては1939年の冬、戦争勃発に伴い境外化している。外国人は特別な許可を受けた者の,のみ受け入れ、対象となった。しかし、1940年には、イスラム教徒とユダヤ人が、1941年には、卑怯派が加入している。冬戦争が勃発すると、ロッタスバルドは、看護、 空襲警戒その他軍事関連の補助に従事した。ただ、彼女らは正式には非武装組織である。唯一の例外として、ロッタスバルドのメンバーによって1944年にヘルシンキで構成された第14単焦灯砲台の従事者のみ異なっていた。彼女らは単焦灯を使い対空警戒を行うが、その任務から自己防衛のためにライフルが支給されていた。 そのため、彼女らは、フィンランドの軍事史で、唯一の女性部隊である。戦争が進むにつれ労働需要が急増したため、ロッタ・スバルドの人員採用も、急務となった。したがって、組織の原則通りの新人教育に手が回らなく、なった。加えて、彼女らは、まだ若く、経験も浅かったこともあり、戦時中に加入した新人と子さんとの間に摩擦を、生む要因となった。 戦争地域に派遣された人員と戦争の機関に鑑みるとロッタ・スバルドの被った損害は比較的軽微である。冬戦争、継続戦争を通して殉職したロッタ・スバルドの加盟員は291人である。内訳は140人が病気によって66人が前線での従軍中に47人が空襲に巻き込まれ34人が 事故に相殉職した。殉職した、加盟員は、彼女らの自宅がある教区の戦争英雄墓地に埋葬された。継続戦争が終結すると、ソ連はフィンランドに対しあらゆる準軍事組織や、ファシストの解散を要求した。ロッタ・スバルドもその中に数えられ、1944年11月23日に解散した。だが、直後、 ロッタスバルドの組織をほぼそのまま受け継いだフィンランド女性扶助基金が設立されている。この組織は現在でもロッタスバルド財団として存続している。1995年1月4日以降18歳から29歳までの女性にはフィンランド国防軍の兵役に志願する権利が認められた。これにより最低限の健康状態を満たすことで 女性でも補助員としてではなく、軍人として、あらゆる職種に就くことが可能となった。フィンランドで組織されたロッタ・スバルドは、他国にも影響を及ぼした。隣国スウェーデンでは1924年にロットルナと呼ばれる女性補助組織が設立されており、これは現在でも運用されている。また、デンマークやノルウェーといった国でも、ロッタ・スバルドのような組織が活動している。 ロッタスバルドに所属する女性には制服が与えられた。通常の制服は綿性である。少なくともその制服を着用しているとき、彼女らは喫煙を禁じられており、緊急時に活動できないとして、アルコールの摂取も控えられていた。さらに、結婚指輪を除き、そのタイヤリングやネックレスといったアクセサリーの類は、着用できなかった。通常の制服を着用する際には、 左腕にロッタ・スバルドの腕章を着用する。また、各種記念日などに着用するドレスも制定されていた。このドレスは、ウール製である。ピック・ロッタとは、ロッタ・スバルドで設けられた、少女部門である。1931年に設立された。8歳から16歳の少女が対象であり、加入には、両親の同意が必要であった。 とりわけ農村部ではピックロッタへの加入者が増加し、1935年の時点で512のピックロッタ部門に13,066人が加盟していた。ピックロッタでは愛国心教育が行われ、大人のロッタスバルドとともに多くの仕事に従事した。特に戦時中はピックロッタといえどかなり厳しい任務が与えられ、看護や給食 ロッタ・スバルドの補助などに奔走した。1943年末には、ピック・ロッタは48,853人に、膨れ上がっていた。聖者、レナ・ネイバラン・デミー、ガールズ・アンド・ボーイズ・イン・ザ・フィニッシュ、ボランタリー・ディフェンス・ムーブメント、エンネン・アンド・ニー・イット、サン・アン・ゴ・リーラ、ウィメンズ・ボランタリー・アスシャンズ・イン、フィンランド・デュー・リングザ・ザ19・ 1920S&1930S。 スカンジナビアン・ジャーナル・オブ・ヒストリー22ピアニッシモ、も97から107トーマス・ W ザイラーダニエル・ M ダブはエズエコンパニオン・ツー・ワールド・ウォー・ツーに727ルオ・トゥ・バッキーミルドット・ F ・ I 2014年4月30日閲覧ありがとうございます